双子散歩です。今回は仕事帰りに急遽妹のシナモンと待ち合わせをして町田を訪れました。ランチの前に飲みの位置を覗いてみます。屋外広場で行われているこちらの飲みの市は規模は小さいのですが、とても人気があるようです。骨董品をはじめ、日本の古い食器とかフランスのアンティークとかお洋服とか様々なものがありました。運命の一点もの巡り合うかな。この日は気持ちがいいくらいの暖かさで小春日和です。お天気がとっても良くて、こんな日にゆっくりのんびり飲みの市を見るのっていいですよね。ついついぬいぐるみとかお人形とか見てしまうんだけど、可愛いものがたくさんありました。猫も発見しましたよ。そして見覚えのある昔の CD があると、ついついこれも見てしまうんですよね。驚いたことにディズニーのぬいぐるみたちがいました。そして私たちが足を止めたのは大好きなピーターラビットの世界です。なんだかね、これ全部揃えたくなりました。本気で迷ってしまいました。本当に小規模なんだけど、いろんなものがあって面白いです。これをきっかけに見るモードが本気になりました。そしてまた足を止めたところはこの天然石のところです。何を隠そう、私姉のチャイは鉱物女子です。いや、鉱物おばさんですね。じっくりと見てみました。今回は小さい石を買うことにしたんですけど、実は大きなアメジストが欲しかったんですよね。それを買うのが目標です。町田駅から近いので、お買い物のついでに宝探しに来てみてはいかがでしょうか。とても楽しかったです。ランチは私たちの大好きな仲見世商店街です。タイに旅行に来ているようなバックパッカーズカフェ、旅人食堂に決めました。大好きなタイ料理はあれも食べたい、これも食べたいっていう感じなんですけど、ハーフ&ハーフセットにしてみました。アジアチックなインテリアや雑貨、そして半透明のビニールカーテン、隙間風が入ってきそうな窓が、これがいい感じですよね。
こちらのお店はカオマンガイ推しなのかな。今回私たちは揚げカオマンガイにしてみました。こちらのハーフ&ハーフセットはカオマンガイとグリーンカレーかガパオライスです。そしてスープとデザートがついています。姉のチャイはグリーンカレー、妹のシナモンはガパオライスにしてみました。30代の私たちはバックパッカー気取りでアジアの旅をよくしていました。なのでとっても思い出します。このカオマンガイのお肉は3種類のソースというかタレをつけながら味変をする楽しみがありますね。ハーフ&ハーフという割にはグリーンカレーとガパオがちょっと小さいかなと思いましたけど、小食の私たちにはちょうど良かったかもしれません。こちらの仲見世商店街は長い歴史を持つ商店街なんだそうです。西のアメ横って呼ばれていたりするんですって。グルメ、おしゃれな雑貨屋さんも入っていて、歩いてるだけでとっても楽しいんですよ。旅人食堂さんは私たちにとってタイに旅行に行った懐かしさを思い出す食堂でした。町田を訪れたら、ぜひ仲見世商店街に立ち寄ってみてください。とっても楽しいですよ。今回の双子散歩は、定期的に訪れたくなる町田でした。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。